はい、こんばんは、富本です。今日は東大門の、靴市場に来てます。靴市場はね、もうこうやってね、歩道もバイクバンバン走るんですよ。で、このね、遊歩道がまたちょっとかっこいいんですよね。この遊歩道ね、これは結構歩くとめっちゃいいんですけど、このバイクに歩道にいて、あのバイクに引かれそうになるっていうね。で、今回は靴市場、ここに靴市場あるんですよ。もう遠くこれじゃ見えないけど、1棟、A 棟、B 棟、ここは C 棟ですよ。 D 棟あって4棟あるんですよ。で、A 棟よりも、ね、似たようなもの置いてあるんですけど、 A 棟、B 棟でね、見て値段とかもチェックしてください。で、 C 棟も B 棟もありますんでね、似てるからって諦めないでください。最後の D 棟までちゃんと見てください。全然値段違いますから。このね、値段違うとかは見れば分かります。こうやってね、靴市場が広がってます。いろんな靴売ってますから。いっぱい靴売ってるんですよ。今生きてるのは C 棟です。で、この脇もいっぱいあるんですけど、結構ね、おしゃれです。おしゃれな靴が結構並んでて、これね、夜中の2時からしかやってないんで、もうほとんどもう完全に仕入れですね。もう夜中来て仕入れして、でも靴はね、結構ね、やっぱね、実店舗がいいっすよね。これね、サイズもあるし、なんかデザインもあるんだけど、鉄板系のね。でもね、サンダルとか結構女性もやっぱおしゃれですよね。だからね、非常におすすめです。おすすめ。あんまりね、男性も売ってないです。男性もほぼ売ってない。男性ものほぼないですね。女性ものは、サイズが 23.5 23.5 とか23ぐらいがよく売れます。なので、ぜひですね、靴の市場も来ていただければいいんじゃないかなと思いますよ。韓国の靴ってやっぱいいですよね。デザイン性がある、で、キラキラ系が多いじゃん。キラキラ系が、僕もキラキラ系大好きなんですけど、本当に、ね、ぜひ行ってみてください。